スタートしました。スタートしました。スタートしました。おっと、1番、名称はゲン。こらえました。しかし最後方からになりました。さあ先行争い、まず間から7番のテオールソー、今日も行くか。内から2番のクイーンズミントが逃げの手に出て、3番手13番のデアリングウーマンです。前3頭には進行方10番のジュドバーグが追走。内から接近3番ティーストーク、間6番のタモも1等生。この圏内外目14番の名称サイウン加わって、内から4番の日本ピロラブリーが加わっていきました。あとは9番のガレンピルエットが追走して、その後方からジューンブルームです。あとは下がりました15番のアズナブールが追走しています。そしてその後ですが、ゼッケン11番をつけましたモズオールビーが追走。さらに3馬身後方ですが、12番の 2M タイガー、さらに大きく置かれまして、ゼッケン、これは8番のエイシンチトリ、さらに置かれて1番の名称ワゲンが最後方。先頭は第4コーナーから直線残り400を通過した。今度は抜けた、デアリングウーマンが抜けた。さあ1馬身2馬身リードを取っていく、乗船するように7番のテオールソーが現在2番手の位置です。しかし盛り返すようにテオールソー前に接近、残り200を通過した。その後の3番手ですが、3番のティーストーク、あるいはその後ムチが入る6番のタモン一等星。さあババの2分どころ、先頭はデアリングウーマン再び突き放しました。間から4番の日本ピロラブリーが猛然とデアリングウーマンに迫って合輪。しかしデアリングウーマン振り切りました。